1> 1号号の井山選手です52号機乗り心地どうですか乗り心地に関してはまだ納得いってないんですけど、うん、足に関ししてては納得してますどちらかというとコンセントは伸び系というような感じでの仕上げでしたかそうですね最初からもう伸びを狙ってプロペラ叩いて、うん、まあちょっと最後内枠のレースになったので、まあ、出足を意識してプロペラを今。うん 順位はただていきましたなるほど、ねはい、まあ順勇の時だと思うんですがやっぱりその伸びというのは若干落ちたその辺は関係なく伸びは維持できたまま手前の方に来たその辺はどうでしょうかうん若干落ちてるかどうかちょっと分かんないんですけど伸びも悪くないですね。ということはもう順位おそらくもう優勝戦も一号艇ですから基本としてはこの。 そうです、ねまあ今日の感じでいきたいんですけど、また明日気温も変わるみたいですし、うん、風も強いみたいですので、ね、またプロペラ、調整したいです、うん、もうあとはもう回転調整ということでしょうね、そうですね本体はまあ十分仕上がってると思いますそしてコンセトはスタート、もう本当にびしびし決まってるような感じですが、やはりこう反応がいいんでしょうか、握ってすすぐのそうですね握り込んでの反応もいいですし、行き、うん、足もいいので、合わせやすいですね。な、うん、なるほどね、はい、もうピット離れも問題なし ちょっとひ離れがね、今、順位を失敗して、ちょっと泣かしちゃったんで、ああうん、まあ、ちょっとやり方を変えていきたいと思います。じゃあ、その辺のところは、まあ、そうですね、まあ、大丈夫だとは思いますけど、もうスタートの方は、もう自信を持っていけるということで,いいです、ね、いや、ちょっとスタートは、まあ、ここまで決まってても水もんなんで、いけるとは言えないですけど、うん、いきたいですすはい、はいわかりりりままましした期待ておありがとうございます。 理法定の内堀選手です内堀さん実はですね、はい、59号機を全件日引いた時は割縁に引いたなと私は思ったんですが、はい、実際こう見たら展示タイム一番得きじゃないですか全件、はい、やっぱり手応えはもうその時から良かったですかいやもう引いた時はまずいと思ってたんですけど、うん、プロペラの最近当たってて自信があったので、うん、もう乗る前からしっかりプロペラ叩いて、うん、あの感触良かったので。 これは大丈夫だなっていう感じで、はい、そして実際走ってみて初日2日3日ともう徐々に徐々に良くなってきた、はい、そんな感じでしょうね。いやもう日増しに良くなって、うんはい、今日の順位は特に良かったですね。うん、なるほど。はい、もう三拍子だと思うんですがその中でも一番いいのはどの辺でしょうかまああのずっと息足から伸びがいいんですけど、うん、まあ昨日ちょっと飯山さんにあの足合わせしてやられたんですけど。うんうん 今日はあのプロペラーしっかり合わせて、うん、あのイヤさんと足合わせしてもそんな変わらなかったですね。ということはもうこの59号機24%の数字そんな足じゃないよということでいいですね。いやもう全然そんなことないと思います。はい。ピットバレその辺はどうですか。まあ今日良かったですね。うん、まあ二号艇まあ今日は二コースかなということ。はい。二コースというのは内堀さんは得意なコースですか。いやあのずっと苦手だったんですけど、うん、まあ最近ちょっとあの練習して。うん あのー、悪いイメージはないですね。なるほどね。はい、もう今の足であれば、十分に優勝を狙えるだけの仕上がり、そう見ていいですね。そうですね。はい。はい、わかりました。はい、頑張ってください。はい。ありがとうございます。三号艇の宇野選手です。宇野さん、二十号機、実績のあるエンジンですけれども、はい、初日から。 そ,うですね、そして実際、レースしてみて、伸びだけではなく、出足、回り足、その辺も問題なかったですかいやあの、最初はね、うんあの、伸び方だったんですけどね、うん、あのプロペラちょっと触ってから、出足の方も良くなりましたね、うんうんまあ、特に良かったのは3日目ぐらい、昨日。そうですね、3日目、4日目。うん まあ5日目の朝が一番良かったですね、あ四4日目か、4日目の朝のレースが一番良かったです。はいはい、なるほどね、はい、もうここはもう3拍子揃ったという感じでしょうかま,あそのまだまだ出せる人なら、まだまだ出せるんかもしれないですけど、うん、あの一番いい状態ですね。なるほどね、はい、もう最近の中では、いい演技ンンだなという感じでしょ。 伸びるってことは、やっぱりいいエンジンなんでしょうね。なるほどね。はい、もう現状、いっもうあ。今の足を基本にということですね。そう,そうですね。ちょっと、あの、でも、後半、回りすぎてたので。うん、その手直しを。ほんのちょっとするだけですね。ねなるほどね。はい。まあ、ピット離れ、その辺問題なし。まあ、同じぐらいはいきますね。まあ、三号で、おそらく三号線かなということでしょうね。まあ、コース、三コース取れればいいかなと思ってますけど。 もう現状の足であれば、どこからでも勝負になるよということですね。一二、うんまあ、コースがいいですけどね。はい。はい、わかりました。はい、期待しております。四、はい、号艇の福田選手です。福田さん、この三十五号機には、はい、去年の十二月のいつも乗ってますね。はい。あの時と、今回、比較して。どの辺が遠かってる感じがしますか。そうですね。あの時は、全県からあんまり。 感じよくなくて、うん、節間通していろいろやったんですけど、そうですね、仕上がらなくて、でも、今節はもう、前県からパワー感じてたんで、なるほど、はい、もうもらったとこから、あこれはという、そういう感じが、そうですね、もうなんか、乗った感じが別物な感じがしたんで、なるほど、まあはい、そして実際走ってみて、初日、2日、もう本当にいい足してますよね、そうですねエンジン、いいなって感じしますね特にいいのは、回って押す、その辺の足じゃないですか。 そうですね、まあ、プロペラであの自分が思った通りに反応が出るんで。ということはやっぱりこう調整の幅が広いのかもしれませんね。ということはもう一応、順業を走ったこの状態で優勝者もということになりそうですかそうですね、まあ、大きく、まあ、天気ですね、変わらなければ。はい、ピットもー題なね、そのですも問題なし。 スローダッシュ4号手ですから4角ならば、はい、ということでしょうねそうですねはい角カら行きたいですねスタートの方バシバシ決まってるんじゃないですかうんちょっと早いんで、うん、はいうん見ながらっていうのもありますけど逆にその辺のところに注意しながらそうですねまあそれだけおこし、うん、その辺の反応がいいんでしょうねそうですねスタートのしやすさもあります、うん、もう1コーナーナ もうまくってもいいしまくり出してもいいというその展開に持ち込めればチャンス十分にあるよそれだけのエンジンの裏付けもありますよねそうですねはい、優勝狙える足はあると思いますはい期待、はい、しておりますはい頑張ってくださいはいありがとうございます5号艇の久田選手です久田さん46号機、はい、数字のないエンジンなんですけれども初日から走ってどうですかそうですねあの 前件初日と比べるとあの乗り心地だけはあの日に日に良くなっていると思います。もうこれは本体シェ整ブをやりましたか。いええー、っと前件にあの本体の中身だけ見たんですけどあの新品のリングが入ってたんで。うん、なるほど。そのままです。うん。そしてあとはもうピュラーで少しずつ。 ということですねということは乗り心地が良くなった分だけレースのしやすさというのは来てるよということなんでしょうねそうですねターン周りだけはギリギリなんとかなってますなるほどねもうこれ以上考えますかそれとも今日はこのまま切れ切を見てもですねちょっと伸びしろがちょっと難しそうなんで、うんうん、あの現状でいきたいと思います、うん、なるほどもう今の乗り心地はその辺のいいのを 生かしながらということで、ね。とそうですね。どっちにしても、あの自分で展開を作れそうにないんで。うん、展開待ちになると思います。なるほどね、ピットボブオナでどうですか?まあ。は普通ぐらいですね。うん、まあ五号艇ですけど、もスロー池動きたい、その辺のところは。まあ出れば、なるべく内側がいいんですけども、うん、まあ,あ。みんな出てるんで、おそ、うん、らくまあ五コースになると思います。うん、なるほどね。スタートは今節。つかめてる感じ。そうですね。あのおこしはしっかりしてるんで、うん、あのタイミングは大丈夫だと思います。うん、なるほどね。はい。 わかりました頑張ってくださいはいありがとうございます6号定位の山田選手です山田さん15号機数字はしっかりあるんですがその数字通りの足そんな感じでしたか節感を通してうん、そうですねあの今日の準優勝戦は結構いい足にはなってたと思うんですけど予選道中はちょっと引き出せてなかったですねなるほどね足は悪くないんだけれども乗り心地その辺の部分 でしたか。その辺がずっと気になってました。なる、はい、まあそれは結果的にはやっぱりペラ調整でというと。ペラとちょっとちょっとした調整がずれてたんで、今日純油で掴んだんで明日は大丈夫だと思います。なるほど、ね。あ、なるほど。これの足なら43%、なるほどというそこの行きに来たということですね。それに近い感じは来たと。思います、ね、はい。ピットバレルその辺はどうですか。 ちょっと泣く泣いちゃうことが多いんで、うん、その辺はまあ外枠なんで、うんうん、あん、ま気にしないでいきます、うん。ということはもう録号で、はい、まあコースも仕方がないかなというような感じでしょうか。そうですね。はい。仮にダッシュに回ったとして、スタートはやっぱりもう変わらず掴めてます。スタートは大丈夫だと思います。まあ、もう1 0その少し内ぐらいまではい行けるかなという感じでしょうね。まあ1 0全速でいければいいと思います。そうすれば今エンジンが良くなってきているだけにチャンスは。 あるよということではい展開さえあればつける足はありますはいありがとうございます